そう、金丸さん今日病院で。病院に連れてくんだ。そう。で、この間は救急車で運ばれた子もお金払いに行きたいからちょっと連れてってほしい。はぁ。言われて。いいですよ。金丸さんどう？まあ、あの時よりは、まだ少し元気な気がする。あの時やばかったもんね。もう歩けなかったもんね。うん、やばかった。最近は腹水抜きまつってるから。なんか腹水の数値も元に戻りそうなんだ。いや、まあ、どうなる。抜かなくていい数値までみたいな。ガリガリがなるのもね、食べても食べても出ちゃうからな。かわいそうだよ。でも今は腹水が抜いてるから、食べるのは結構食べれるようになってきたみたいな感じかな。あ、そうなんだ。さやもさ、なんか、さっき、いろんな枠に出演してるよね。そうかな。うん。せいさん結構多いけどね。なんか、キャリーちゃんとかも映ってなかったっけ。ああ、そうやね。キャリーちゃんも仲良し。何気にすごいメンバーだね、今日ね。そうね。なかなか集まんないメンバー。せいじくんに来ちゃう、これ。これで旅行行こうよ。このメンバーで。いいね。うん。今から。今からもやばいっす。北海道やめてさ。りょうたがぶち切れんね。もう先に北海道行こう。このメンバーで行こうよ。箱根行こうよ。あ、いいね。じゃあ箱根鍋します。よたちょこっち切れちゃう。さやんとか箱根しょっちゅう行ってるもん。いや、しょっちゅうは全然行ってない。昔行ってなかった、金前さん。まあ行ってたけど、でも俺はそんなしょっちゅう。アジフライ食べに。伝説のね。まあそこあれでしょ、もう配信できなくなっちゃったの。え、そうなの？藤見ちゃんの枠で見てた、言ってたよ。え、知らんかった俺。その伝説のところの。やっちょくん何かやったのか。いや、他の配信者のやったか。ああ。何でもやっちょくんのせいにしたかも。もうさ、やっちょくんもさ、私たち旅行行くのにさ、その日になんかライブかなんかあるみたいで。行く？土曜かな。うん、行く。てか、踊るよ、俺。まさやも出るんだ。そう。それでなんか、その、なんか、やっちょくん軍団みたいなのリアドついたんだよね。へぇー。どんなけでいいんだ、あの人の名前。昨日かお届けですと。どれやろ？なんとか書いたろ。ああ、あの、頭つんってやってる人。俺ね、ファストもその一緒に踊るけど、なんかあんまり喋ったことはない。あの人もなんかメンズグループの方なんでしょ？そう。そうそうそう。すごいよね、テンションもね。ああ、でも明るい人。なんか鶴瓶みたいな人か。そう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 。ね。鶴瓶。バブリー海太郎くんって。ああ。リアトツに来たってどこに？ん？どこに？外配信してる時とか？なんかね、うちの近所らしいよ、あの人。ええー。バブリー海太郎くん。なるほど。同じ区内で、もう歩いて5分ぐらいのとこ住んでる。近っ！でも前から DM はくれてたんだよね。コラボしたいです、みたいな。ああ、じゃなくて、リスナーみたいな感じで。公園にカモがいますよ。今年も生まれまして見に行ったらどうですかみたいな。いい人。いい人でしょ。ゆうちゃん TikTok やってるの？え？ TikTok やってるの？最近やってないね。やんな。そんな感じです。やってないんだけど、なんか TikTok の人とよくコラボする。なんか確かにでも、ナナちゃん、ツイキャスの人よりふわっちの人とコラボとか。私は、イメージ多いかも。外のコラボの方多いよね。うん。みたいなって、オールド、なんつう、オールドランカーとか、なんつう。オールラウンダーオールドランダーで。うん。まあ、いろんな人と来てコラボする。まあ、TikTok はやっぱ比較的少ないけど。TikTok に出るのが怖いよね。なんか喋っちゃってバーなったら、申し訳ないから。ねえ。めちゃくちゃなんか頭使って喋らなくなるから、ね。朝からアンチコメントお疲れ様でーす。すごい。食いだかんじゃない。ん？横につけてる。そこにつけてる。うん。なんでさ、そのヒゲ、どうしちゃったの？いいよ。なんか人に迷惑かけた俺がヒゲ生やして。なんかヒゲ嫌だなぁ。だから、本当にええだろ。一緒に。ああ、そうなの？うん。最後、これ、見納め。見といて、最後だから。でも、ツルツルになるんだ、ね、なるから。ああ、やっぱ目違うね、違うでしょ、うん。変わったでしょ。ヒゲっとしてる。もう、一人一人。え、それ眉毛もやってんの？眉毛、ここ太く、おでこと、ヒゲ。シワがないでしょ。まだもう綺麗なの。綺麗でしょ。ダーマペイってだし。ツルツル。バッカルパッドもする。バッカルパッド。バッカルパッド。バッカルパッド。これって何？ほっぺたの内側から脂肪系。いや、ここ。確かにないわ。薄くなった。あと、ここも、あごした。へぇー。すっきりしたでしょ。それだって全身マスク。全身。怖いなぁ。奈々ちゃん。ん？ 260 万。やばぁ。260万。心臓です。韓国だったら難しい。朝からアンチコメントしてる人よりは性格いいですけどね。違うね。そうです。でも割引ちょっとされたんでしょ？されてる。モニターとか。インフルエンサー割引みたいな。最初は400万ぐらいだった。ああ、400。まあそこ有名な人ばっかってもね、ね、ラバーやる。なんで成熟はそんな美容に目覚めちゃった？だって、金、タイミングがないでしょ。そういうことか。まあ物欲もないし。ああ。自分に投資みたいな。そう。すげえな。見られる商売だから、綺麗な方がいいでしょ、やっぱり。確かにね、汚いよりは綺麗。息悪くしてるの、お前なんだけど。
った。そう、またこの間会った時より。過去歴代一番作ってる俺。だよね。そう。お腹やばい。お腹すごいよ。すごい。怖い、アイコス吸っていいんですか？あ、大丈夫、アイコスは。てかなんか今日運転めっちゃ怖いわ、これ。一回でも道間違えたらアウトやから。しょっちゅう道間違えんのよ。そう。せおちょこちょいなんだ、意外と。あのね、なんか難しいよね、東京の道って。え、これ間違えたらアウトってこと？え、もう多分飛行機間に合わない。あれ、奈々ちゃん座席指定したもう。うん、したよ。した？押してないわ、まだ。やり方がわからんかった。でもさ、座席が6個ぐらいしかなかったよ。空いてない？指定の、指定は、ね。あ、でもいいのか、別にチケット取ってるから。大体みんな指定。乗れるは乗れる。え？乗れるは乗れる。乗れるけど指定はできない。でも窓際がいいんじゃない？大体もうね、内側しか空いてなかった。あまあ、うちの真ん中とかやだよね。混んでるね。これ何時到着なってるよ、まさや。9時半です。大丈夫？ 9時25分です。ちょうどいいよ。ちょうどいい？ちなみにご飯どうすんの、奈々ちゃん、ご飯。食べる時間ないね、ぶっちゃけね。あれ、荷物は預けない、奈々ちゃんは。手に持っていく？荷物は預ける。預ける。うん。で、荷物はこの、うん。って言われるな。とやばいけどね。とやばいけど。頑張れ。混んでますね。ですですね。ちょっとなんかさ、うん。治安のなんとかシステムってあるんだ、今。あ、あれでも、カードかなんか買わないといけないじゃないですか。アプリで？カードじゃなくて、スマホのなんかウォレットみたいなのに入れやる。ああ。やったそれ。今日初めてやってみようかな。ああ、バーコード出してね。ロケってやるだけ？そうよ、飛行機乗んないの。え、乗るときは乗るよ。まあ、あんまり東京行かないイメージだよね。車のイメージで。やっぱ車がいいかな、俺。なんか、他の乗りもあんま好きじゃないかも。でもそれ沖縄とか、北海道行くときは飛行機やけど、その他は車で行きたいかな。沖縄まだ行ったことないんじゃないし。え？奈々ちゃんと回ろう人が？そうなの。意外。毎年行こうと思ってんだけど、台風でもさ。ああ。4月がいいって言うけどね。4月は台風来る前で、違う、梅雨の前か。4月は？いや、暖かいの。あったかい、海入れるよ。へぇ。4月と10月がいいって言うんちゃうかったっけ？真夏はもう焼けちゃって大変でしょ、多分。台風とね。台風2が。もう、来年4月に行こっかな、みたいな。ぜひ俺も一緒に。次はイーグルのように。あったね。あったね。あったね。私たちさ、冬だよね、あれね。そう。スノーボードとスキー行こうってさ、ひーちゃんとマサヤンと私と、あと誰だ、ミーチ。ひでママとミーチ。5人で行ったんだよね。そう。そしたらマサヤンがインフルエンザになっちゃって。そう。右乳くんだけは映んなかったんだよね。右乳は前になってたから名義があって、うん、で、ひでままも映らへんかった。そうだよね。俺がひでままの息の根を止めてまうとかやったら危ない。さあ、あの旅館すごかったよね。え？今すぐ出てってくださいと。やった。ちょうどコロナで騒いでる時だったかな。うん。インフルなのかコロナなのかはっきりしてこいみたいな。そう、コロナは、あれが1月末に行ったんやった。インフルやったんやけど、俺1月末頭にコロナなってるから、コロナではないやろなと思う。あの時最悪やった。あ、そう。吸い取っちゃったし、しかね。まあ、ぜひともまたどっか行きたいね。沖縄いいね。馬ではさすがに沖縄行きないよね。さすがにね。沖縄はさすがに飛行機やな。チョークは、ベトナム行くんでしょ？うん。私は行かないんだけど。何すんの？え？何すんの？それまでに彼氏作って、一緒に少ししようかな。いるわけねえだろ。あと2ヶ月で彼氏。なんか、めぼしい人みたいなのいないの？ねえ。家臣君の弟ぐらいかな。おー、なるほど。なんだっけ？直樹。で、なんか、家族運送とかで働いてこやろ。そうそう、それでね、なんかね、揉めた人で。断ってなかったな、なっちゃん。一回テレビで。一回断ったんだけど、キャリーちゃんが、うん。家臣君と付き合ったじゃん。うん。だから私も、それに乗ろうかな、みたいな。自分が嫌だって言ってた。配信的に面白いで、ダブルデートでしょ。まあね。うやって、ちょっと焼き餅つき込みながら彼氏できたら。うんね。めっちゃうまい。やっちゃうね。これ喉のプロポリス。どうなん？シュッシュってやった。まずい。何これ？なんか臭いそれ。プロポリス。臭い。臭いのよ、これ。うん。何なんこれ？喉。蜂蜜みたいな。蜂蜜のいいバージョン。まずい。まあ、やっちゃくん喉悪いからってこと？いや、ほら、あの人はシンガーじゃん。そう。喉をすごい気を使って演出してるとか。してるね、やっちゃくんめっちゃ。すごいやつ。これやってからね、喉ガラガラになんなくなったんだよ。そういえば、やっちゃくん元のやっちゃくんに戻ったよ。戻った？戻った。キーじゃない。うん。昔のやつ。いや、ちょっと捕まる前はやっぱ様子おかしかったよね。捕まる前っていうか、俺は捕まった後が結構やばいなと思って。捕まった後もやばかったよね。すごい、一生喋ってるし、すごかったんよ。そう、なんか寝れなかったみたいだよ。そう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 。すごい。寝飲んでたもんね。すごいね。眠剤やめたら寝れるようになったんやって。一生。おかしくない？
最初から言ってたんだよ、薬やめな。うん。確かに。じゃあ、なんか精神的なお薬飲んでる。そうそう。眠剤と精神安定剤みたいな。俺もちょっとわからんけど。新薬みたいなね。キャスって薬の名前大丈夫？別に。大丈夫だよ。サイレースがやばかった。あー、それそういう意味や。いや、わからへん。サイレースがとにかくなんか、やちも悪くしたみたいなの。サイレース。精神薬か。精神薬。普通にさ、やってる人見ると、そう、やっぱ、ってやってる。なんかそんな気がする。飲めば飲む。運動悪くなってるイメージ。照明は後ろつくから、一応照明を吹きますか。あのせつけたんですよ、これ新しく。すごい明るいですね。バー、いいね。この車いくらかけてる？いや、でも、どうやろ。うん。どんなごめん。今ね、ドンキツこれ、ここ。アマゾン。こういうチューブ型乗ってんだもん。そうそうそう。車が高いってな。ハイエース。650万。ええー。新車。いろいろやったからね。俺より高い車乗ってんだよ。だね。うん。で、制服のベンツはいくら？俺400万。でも俺は家で配信したら子供来ちゃったりとかしてできへんから、配信部屋みたいな感じやから。配信部屋。そうだね、配信部屋。カラオケもできる。ああ、そう。カラオケが入ってる。寝れるし。そう。で、マサヤがお金出したの？そう。あの、会社名義でローン。おー。なんか昔職人さんやってたからこういう車がいいよ。広いしね。あれね、ヘルグランドはやっぱりキャンプ道具とか積んだら狭かった。うーん。そうやったら飛びだ。配管。こういう車乗ってた。うん、運転してたよ。まあトラックやったけど基本的には。ハイエースも乗ったこと運転してたんで。結構配信者多いよね。セサもそうやしね。そうやって。誰が？あ、職人さんだったでしょ。そう。あの人と一緒に働いてたんだって。3倍目企画。そうやって。で、奈々ちゃんって今までどんな仕事したことあるの？水商売。うん。デザイン系の仕事もやってる。デザイン系？ええ。何それ？デザイン。絵描いてみたいな。ちょっと分かんない。絵描いて、ポスター作ったり。すげえ。やっぱあれだよ。やっちょくんが揉めた配信のデザインをしたり。揉めたってのは、ここ最近。そうなんや。そういう学校出てた。知らんかった。初めて聞いた。デザインのセブマップ出てて、人物やったでしょ。あ、人物。セクシー女優もやったし。スーパーもある。そう。コンビニもある。警備員もある。意外。な、KDDI で。いろいろやってる。結構いろいろやってるね。家計とかだろうが多く。そしてあとでなんか、家計の会社。あった。なんだっけ、グッと見ると。今で言うタイミーみたいな。はぁ、あ。ちょっといついつ働けませんかで、スポーツの働けるよ。その日、いくらみたいな。商売が一番長いから、そのお水商売はお母さんじゃなくて、そのままお母さん。二丁目？二丁目の場合は離れたことある。まあ、埼玉とか、岩手にも行ったことある。岩手県？うん。意外。岩手になんかニューハーフクラブみたいなのがあって、ニューハーフのママがやってるの、そこがすごいブラック企業で、ママはエルメスとかさ、ミトンとかやってんねん。これナビはこっちやねんけど、羽田ってこっち書いてんやけど、いいんかな？まあいいか、ナビ通り。すいません、大丈夫？いや、だって、羽田って書いてんのにさ、ナビはこっちやねん。まあ、両方こっちやから、こっちの方が早いか。渋滞してるからか。じゃあ、めっちゃ怖いよ、運転。一回間違えたら無理やから。めっちゃ混んでたわ、あっちは。これ間違ってんじゃないか。いや、多分、渋滞を回避してんじゃない？あー、繋がってんのかって。うん。動いてないもんだって、あっちは。羽田空港って書いてある。さ、なんかイベント出てんの、これ。いや、まあ、こっちは気にしなくて大丈夫です。出てるね。みんなね、無料、見て。いや、もう申し訳ないよな、あっちは。申し訳ない。有料は多分、うちのリスナーだけ。抜かさないでよ。はい。抜かさないでよ。あ、セザンダーまだ違う。違うか。ナイスをついてないんだ。ナイスやってないっすよ。なんで、ナイスつけながら来れないでしょ、奈々ちゃんの声。チートって言われるもん。来れないよ。そんな無法者いるの。来れないよ。セさんは、まずやるんですか？え？この後やるんですか？やらないこの後。やらない。まさやんだけ。うん。やってくださいよ、セさん。これやる。それだけいかないっすよ。セイジ君だって今、ナイス。ナイス。もう2位だもんだって。当てないもん、養分に。養分が。うん。ジョビ好きだからな。そう。無理よ。そこ水増ししてるし。うん、何それ。関東行く。へぇー。だからさ、いいんだに。いいでもすごいけどね。養分がちょっと異常なんだよね、あの人。奈々ちゃんのリスナーさんも押してくれてる。うん。うん。アンチが多いからさ、俺。結構なんかアンチいないめんね。アンチいっぱい。マサヤの方がいるんだな。だよ、俺絶対。最近ないもん。俺が多い。ほんまにいない。マサヤ昔すごかったよね、アンチ。そうかな？そういうイメージ。なんか、キツネとか、タヌキ出来たてほやほやの時かな。その時は誰でもアンチおるというか。もう飲み歩いてる時だよ。まあでも。大阪でバーやったりとかしてたじゃん。やった。多かったね。あの時なんか多かったよね。多かったね。サイアンバーね。うん。あれはもう、
結構前だっけ、あれ。だから大阪おるときやから、5年、4年ぐらい前。発煙筒が。あ、なんか、え、工事か、うん、事故。いや、この発煙筒短くなってるから、そういうものなんじゃない工事だ。これから工事始まるか。あ、上から。あ、大丈夫だ。あとは道間違えないでよ。はい。次はどこ、もし俺、道間違えて飛行機乗れなかったら、どんな空気になるよ。やばいよ。それたら、ドキモノがほどすごいですね。あの、インフルの時バリにやばくなるから。俺、行けなかったでも、ねえ、うちの家。いやいやいや、あかんない、あかんない。絶対あかんない。ちゃんと頑張るから、俺。頑張るけど、ミスってもわずんとないから。うちのプランも。あ、渋滞だ、ここから。ここから渋滞だ。ここから車で北海道で行く。あー、なるほど。青森まで気合で車で行って。うん、ねえ、車で行ったら、どんぐらいかかってるの？15時間。ああ、青森まで多分やけど12時間とか。それリアトツやるからさ、リアトツまで間に合うっていう。いや、絶対間違いない。間に合わなかったらね。やばい、責任重大だよ、また。いやー、責任重大。ん？リサヤいると結構怒るんだよね、プニング。ねえ。まさやんだって結構あれだよね、トラブルメーカーだもんね。いや、でもそうなんかなぁ。どうなんやろう。でも、やっちょくんとか金前さん通るときは、絡む人によるよね。そんなに警察だとならないよ、あの二人通るときは。うん、いやー、気づけんと。家にいますよ、もう。これ長いよね。うん、長いね。奈々ちゃんは、まあ、最初からのコメントだけやけど、大手配信者で一番長いと言っても過言じゃない、俺の中で。だって、マサヤン追加しやってたもんね、あの時ね。そう。マサヤン追加しやってて、私、イケメンってコメントしたんだよ。フォローありがとうございますっていうのが一番最初のコメント。サポートかな。覚えてんだ。そう、覚えてる。俺が、なんか面白い配信者誰か教えてってみんなに枠やってて、うん、藤沢奈々ちゃん面白いよってコメント来て、じゃあサポートしようってサポートしたら、5分後ぐらいに、サポートありがとうございますって奈々ちゃんからコメント来て、うん、みんながすげえすげえってなって、それは大阪？大阪。なんやったら俺、まだその前妻と結婚してたかも。え、あの時そうだったんだ。多分そうやと思う。お仕事してる時じゃまだ。そうそう、バリバリ全然仕事してる。いつの間にかフワッチ行ってたんだもんね、まさに。そうやね、ツイキャスバンになってフワッチ行って、そっか辞めれなくなった。なんでバンになったんだっけ？あのね、まあほんま冗談やったんやけど、うん、あの女の子にパンツ見してくれってコメントしたら、一週間バンになっちゃった。こんな私頼めばいいね、いくらでも見せるのにさ。あー、そっか。なんちゃんに言えばよかった。ナミトゥン。懐かしいね。懐かしいね。ナミトゥンって言ったね。盛大に。まあ、ちゃん、俺も見たいよ、パンツ。聖司君？うん。染みついてるからいい？うん。痛いよ。ずるいよ、マサヤンだけ。入っちゃダメだよ、聖司君。うん。レンジでまだパンパン？パンパン。聖司君、でもさ、こっちに引っ越してくるプランはどうなっちゃったの？今やってるんだけどね、なかなか決まんない。やっぱり。落ちちゃった。落ちまくり。でも聖司君でも落ちるんだ。配信者ダメ。何法人で。ブラック、ブラックだから。法人は？法人化してるけど、ブラック。ああ、じゃあ、たどられちゃうんだ。人がブラックはダメ。個人で。そう。じゃあ、やっぱ私も。家買うしかない。そうだね。うん。聖司君だったら1年で建てられるだろう。知らねえよ。稼いでんな。そんなことない。あなたの稼いでるじゃん。いや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 。えいやいや、100分の1ぐらいだよ。絶対嘘だよ。何を言いますか、ふわっちの王が。あなたの稼いでる。聖司君だって3億円もなかった。そんな稼いでない。そんな。でもその広いお家に一人で住むの。うん。まあね、彼女できればいいけどね。女はもう作んない。できないでしょ。いない？できなくない？いる？誰か。できるでしょ、モテるから。僕と付き合いたい方いる？聖司君ってめっちゃモテんで、みんな。モテないよ。嫌でしょ。いっぱいいる。本当に？うん。本当？モテ期来た？めっちゃ喉かわいい。お金目当てじゃないのこれ。これ飲む？俺必須。俺の飲み差し、今日の。いいもらって。うん。よかったね、奈々ちゃんの。大丈夫。トイレ行きたくなっちゃうから。あと24分もあるよ。大丈夫？ 4 時半。ギリギリだね。あと15キロ。めっちゃ混んでる。パンパン。道路。すごいよ。動かない。でももうこれ、敷地内に入ってたのか。まだだよ。まだだね。ダメこれ。なんで木曜日でこんな混んでんの？今日めっちゃ多いよ。てか、奈々ちゃんち行く前にさ、うん、ETC カードさせてないのに ETC 連行きやがったやつがおってさ、うん、それでちょっと遅くなっちゃって。でもまだ1時間余裕があるからね。30分か。9時半に着く予定。大丈夫、10時に入ってれば大丈夫だから。なるほど。それやったらちょっと気持ち楽やな。もうワンチャン走ってくし、あの手荷物とかで時間かかんだよね。ああ、確かに。引っかかったりとか。荷物検査引っかかったことある？私、ある、なんか、モバイルバッテリー。モバイルバッテリー？飲み物。飲み物ダメだって？いや、先に出しとけばいいんだけど、うん、なんか中に入れてると出されるよ。ああ、モバイルバッテリーダメなんだ。爆発するから。なんか持ち込める量とかも決まってんね。あのミリアンペアが大きいのはダメなんだっけ？多分2万とか1万とかで全然何も言われない。大丈夫。それ4個5個とか持ってる。4個5個。白熱いな。あ、すいません。いける？
これで、この矢印下げてほしいんですよ。え？矢印下げてほしいんですよ。矢印？この辺に機械があって、ああ矢印を下に下げると、冷房で出すと思います。ああ、これか。真ん中の数字が出てるやつ。そうです。そうです。これを。すごい。あ、下げたな。来た。ね、これも何つけたの？そうそう、なんか後ろオートになるようにみたいなつけたいの。ボタンで。いや、でも風量調整できへんからうるさいよね。ああ、なるほど。そうそうそう。飛行機みたいな。ね。飛行機みたい、上にも。ちょっと寝てないもんね、昨日ね。ちょっと寝てない。30分しか寝てない。30分。寝れやがってね。飛行機で寝る。何時間だろ？1時間ぐらい。2時間。2時間か。2時間寝れるわ。それだね。あ、飛行機のマーク。飛行機のマークあった出ました。20分ぐらいか。あとはターミナルを間違えないようにしないといけないのが、何所か。これだ。絶対じゃない。国内線だから第一じゃなかったっけ？あ、第一って聞いた。そうだよね。第一にこっちって言ってた。ジャブとかアンナとかもある。だいたい第一ターン。出待ちいるんじゃないもん。ないっしょ。いるよ、絶対。でも仕事で、絶対いるって。時間間に合わないから。第一ターミナル。10人ぐらいいるんじゃない？あっちの北海道ではいそうだね。忙しい時に限ってわーみたいなことでね。全くコメントがないね。アイテムは、出ますか？久しぶりにフワッチリ打つ。え？そうなの？うん。最近コラボなしにフワッチリ打つ。ないない。やっぱフワッチとツイキャスって似てるよね、画面。うん、似てる。ここだけで慣れないんだよね、あれね。あれね。パソコンやったらな、縦になってな、縦じゃ読む配信っていうかな。あれできるけど。コメントが一切見えない。え、まさに1位なんだ。いや、実は一平さん、議長君リスナーさんのおかげで。何のイベント？バッチ。あー、ゲーだ。大丈夫。もうち3人で住み始めてない。いやー、住みたい。で、稼ぎ出て。そうやった。よしよしは帰るっすけど。仕事だって言えば許してくれっしょ。あ、でもほんまにそう。頑張ってきて、みたいな。仕事行ってる間、子供を見てくれて、もう大丈夫だね。うん、見てくれてる。養分の子供と同い年ぐらいだよね。あ、下の子が同い年。下の子がね。そう。上の子は和道さんってこと同い年。三人目は。三人目はさすがにね。二人でも大変やから。で、今度、子供手当みたいなもらえるらしいよ。え、250万 !2028 年か、5年。ちょっと寂すぎるな。玉瀬屋の家は500万もらえる。え、ちょっと待って。そっから産んだ人がもらえるんじゃなくて、おる人がもらえる。それはちょっとわかんないけど、あともらえるんだよ。マジ？いや、ほんとほんとニュース見てないのみんな、独身税って。あ、独身税聞いたことある。みんな流れたんだよ。みんなが支えるんだよ。へぇー。独身の人が税金を払って、子供いる家庭を育てる。ほんとに。え、奈々ちゃん独身やけど、それは賛成派？それ、オカマとか関係あんのかな？いや、オカマとかっていうか、やっぱ独身の人は。私は子供にが育ってるし。ああ、じゃあ。日本のためを思う。あ、ほら、2026年4月に、子供、子育て支援金制度。へぇー。助かるね。第3子以降は3万円に増額だったけど。へぇー。妊婦のための支援。嬉しいね。法案は可決されて、だ独身の人は月450円。800円。へぇー。税金。800円やったらまだ言うて、良心的というか。到着は、何空港だったっけな。新地と。いや、どれも忘れたんだけど。違う。旭川だ。旭川。じゃ、今日は、だからみんな札幌に行かないんだよ。説明したじゃん。今日はグランピングで、なんとかっていう場所に2文字に。死別っていうとこ。それで、明日が札幌に入るわけよ。夕方か起きる。今日は、キャンプ、みんな。だから、新千歳とか、その辺に来られてもいないから。旭川ね、12時25分に着く。のズボン買ったんだよ。結構いいのよ、デブに。そうなの？そう。ストレッチ。ノースペースなんだけど、すごいね、なんかストレッチが。でもなんか防水とかもあるみたいな。汚れが。防水加工もついてる。ああ、じゃあキャンプにちょうどいいやつや。キャンプとかそういうのにいいんですよ。でもちょっと待って、グランピングやでな。グランピングってそんな汚れへんのじゃないの多分。そうだけど、普段使い。あ、なるほど、なるほど。履きやすいんやったらいいね。普段、難しいよね。こっちは暑いじゃんだって、今日さ。ああ。北海道は微妙だよね。いやー、寒いでしょう。室内めっちゃ高くない？上がるみたいに。確かに。暖房めっちゃ効いてるよね。うん。すんごいね。北海道の人さ、ダウンジャケットの下に着くとこだよね。パーカーとか着いてんの？着ない着ない。なんで？脱ぐからで。室内。そういうこと。中をガンガン熱くして、家とかは T シャツなんだよ。なるほど、なるほど。体おかしくなりそう。
って、ふじみちゃんとかもそうだね。冬とか T シャツやん。へぇー。ふじみちゃんも北海道でしょ？あと誰だん。北海道から来た人誰やろ？もすこちゃんとか。小町くんもそうだよね。家の中で T シャツでしょ？市長さんどうしてんですか？どなたか教えてください。眠いんだって、寝てないから。まあまあ、着いてからが本番やからね。パワーを。こういうさ、主催の時って、入るわ。こう、後ろがやっぱ話しづらいって聞こえないし。車が広ければ広ければそうなんだよ。これがね、軽自動車だったら声も通るし、聞こえるし。なんか前で喋ったことが、後ろにマイク、スピーカーで聞こえるみたいな車もあるみたい。何それ。いや、俺も見たこともないけど、あるらしい。ロールスロイスだな。オデッセイね、オデッセイ。あ、そうか。オデッセイだ。オデッセイでしたっけ？セサリー。まあ、そうやね。そんなめちゃくちゃ長いのないからな、俺。1週間とか長くても。3年くらい変わったよ。3年？こんなに。熱ばかしてる？ちょっと暑いかな。暑い？まあでも、いけるっちゃいけない。新しい iPhone すればすごく熱くて、11ぐらいがちょうどよかった。そういうね、生活防水がついたからなんかな。精度が上がってた。そういうこと？中がめっちゃ動いてる。ああ、なるほど。冬とかでも熱防水。冬でも？あは。よっぽどだね。あったかい部屋の中で、暖房の部屋も。あと10分。あと10分。はい。もうちょっとだね。はい。お腹空いたけど食べてる日もないかなぁ。食べてる時間がないね、これは。空港でなんか、おにぎりとか。中かなうん。せいじくんたちは食べなくて大丈夫なの？うん、大丈夫。あれも見てた、金梅さんち行って。あ、見た？あれすごくね、ガチャガチャってね。せいじくんめっちゃ仕事早いんだもん。こんなにね、シーリングライトを早くつける人いないよね。ペイちゃん。ほい。なんか6万円ぐらいしたんですよ。6万。なんか金梅さん家に入れないかみたいな。うん。初めて入ったの。もう一回ぐらいは三曲って言い方あれだけどさ。まあ。ね元気なうちに。そう。なんで電気が暗いって今頃言ったんだろうね。確かに、ね。電気が明るいのが欲しいって言ったんだよ。だ寂しいのかね、暗いと。なんだろう、ね、今更。気持ち的に落ちちゃうんじゃない？あ、そうかな、やっぱり。そういうのがあるのかね。というか目がちょっと悪くなる。明るいのが。あんま変わんなかったんだけど、ね。いや、俺も正直思いました。変わってなくない？やっぱり。はい。言わんかったけど。変わってねえね、明るさ。はい。なんか、Bluetooth スピーカーついてるから高いの。あ、そうそうそう。そこの上から水の流れる音が流れてくる。最近、金梅さんあれだもんね、環境音みたいな。あれがさ、なんか LED についてたよ、この色が。ああ、からフリン。ああ、そんな、エッチな見るせえのか。そういうのも見たい。ちょっと今風のね。ああ、ちょっとムーディーな音楽。もっといいところに住めばいいのにね。いや、なんか、最初そもそも審査が通らんかったの。あそこしか住めんかった的なことを金梅さん言ってる。あんまりそういうこだわりはないんだね、家を。ねえ、金梅さん。でママとこもそうで、ね、亡くなるとき一人ぼっちさ、ちゃむちゃむと。何がかわいそうって4階なんかかわいそうやな。そこね。階段が。コイン荷物とか。あれしんどいわ、4階は。エレベーターないの。ああいうのアマゾンで頼むのいいのにね。ちょっとね、水とか。コンコンされるのが異様に嫌みたいで、アマゾンで頼んでも下の宅配ボックスに入れといてもらうみたい。ああ、置き瓶じゃなくてそう。宅配ボックスにじゃ取りに行くんだ。5分ぐらいで着くんじゃない？面とかざわざわ。こういうね、空港の近くのトンネルとかちょっと、電波悪いとこ多いんでね。へぇー。なんだ、キャリアどこ？私 AU。AU？ さ、AU がさ、スターリンク対応なの。スターリンクって何？イーロン。それ俺ちょっと。衛星通信。どこでも繋がるよ。いや、AU 勝ち組じゃん。あれだね。電波悪い？まあ、大丈夫？で、今悪くなって。電波悪いっす？大丈夫だ。大丈夫？そう。鹿川さんこの間買ってたのに、スターリンク。かんそういうの好きなんだけど。いや、俺も好きやけど、なんか、何レックスで見てるとか。いろいろニュースとか。配信者でテレビ見る人珍しいね。テレビはみんな。テレビじゃないの？ああいうネットニュース。なるほど。テレビはね、見なくなったね。だね。テレビ捨てちゃってしまう。もともとモニターとして使ってたのよ、テレビは。あ、なるほど、なるほど。15インチあった。逆に目が疲れちゃうね、デカすぎた。あー、この、あれ前の家の時使ったやつそうそう。あー、あれね。あれデカすぎない。まあ、あの距離やったらよかったけどな、俺的に。でも今の家の入っちゃったら近すぎるんかな。そうだね、狭いからね、今。前の家はめちゃくちゃ良かったんだけどな。何引っ越したんだっけ？え？揉めて。あー、そうなんや。私がなんか、キッチンかなんかでおしっこしてる。うわぁ。そういうのが不動産会社に通報来て。へぇー。あとオーナーと、オーナーがさ、マンション住んでたんだよ。で、いつもなんかこう言われたり。気持ち悪いね。結局なんか迷惑、いるんだったら迷惑料払えみたいな。で、奈々ちゃんが悪いわけじゃないのにな、それな。なんか警察、ちょうど警察が来たりとか。消防、そう。親からしたらめんどくさいってなっちゃうよね。てかやばいことが起きてる、奈々ちゃん。どうした？
ナビがトンネルやから動いてな。大丈夫。もう看板で行っていけるかな。看板で行けるぞ。了解です。あと1キロぐらい走ったら左じゃない？はい。大丈夫です。出てくるでしょ。だから今出てました。あ、出て出て。1と3は左みたいな。かな分岐され。そう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 。これ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 。これですね。うん。わかりました。大丈夫。え、第2じゃないし、第1で。第1、第1。ジャルはね。第1と第3が一緒だね。一緒みたいですね。第2が奥だね。あ、ナビ帰ってきて。空港なかったら喫煙所あるよ。ある。新幹線が吸えなくなっちゃってて。吸えない。え、そうなの？3月から。それもって俺。喫煙所があんだけど。ちょっと待って、何？左？え、何？左、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 落ち着いて。はい、すいません。カンパチいっちゃうから。お前危ないところ。道路見てごらん、道路の看板。あ、了解です。道路に書いてあるでしょ？落ち着きなさい。了解です。オッケーです、第一です。オッケー。合流注意。はい。いや、でもここで間違えたらもう、結構大変よ。20分ぐらいロスするよ、これ。間違えたら。もう多分大丈夫そうな空気が出発ね。出発了解です。出発。はい。貨物の方っちゃうんだ。貨物はやばい。入れてくれそうやけど、この車やっぱ。出発第一。ちょっと貨物で行ってください、ね。間に合ったかね？大丈夫かね？いや、よし。全然大丈夫です。間に合う。オッケー。出発左。そうそうそう。オッケーオッケー。みんなで行きたかったね。次の回。別でね。うん。みんなで。人も。あ、到着だ。到着しました。これは、この重列駐車。なんだっけ？あ、他は大丈夫だよ。ジャルだっけ？ジャルです。ジャル。JTA やから違う。着。おしぼーめなさい。ジャル、ジャル、ジャル。ジャル、ジャル、ジャル、ジャル。ありがとうね。あ、まさかこれ。はい。あれ、お気持ちね。ちょっと待ってね。財布どこやった？よし。お金大丈夫だよ。いやいや、みんなが。いやいや、せっかくいや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 、みんながみんながもう。いっぱい捨てらせてもらったし。それだけでもう全然。あ、もしやったら逆にステッカーとか持ってやったらそっちの方が欲しい。なんで？ステッカー？うん、の方が嬉しい。ステッカーでいいの？うん、全然全然。そっちの方が嬉しい。喜ぶ？じゃあこれ、何枚かあげる。あ、ありがとう。ありがとう。ありがとう出ません。うん。まだぜひとも何か聞かれる。うん。あ、すいません、すいません。ありがとうございます。大丈夫かな？気をつけて。あ、ちょっと待ってね。これ入れたい。ん？俺もやってるじゃん。だってもうパンパンだもん。よし。おぉ。閉まる。よし、オッケーでーす。ありがとう、せいじくん。また。またね。え、帰りも来てくれんのかな？帰りも行くよ。ほんとに？うん。ありがとう。時間だけ教えて。はーい。気をつけてね。行ってきまーす。空港ね、全然大丈夫。多分。大丈夫、ほとんど。じゃあね。え、これダメなのかな？気象君。行ってらっしゃい。行ってきまーす。気をつけて。行ってきまーす。え、どこまで大丈夫なのこれ。手荷物はダメだよね。中は大丈夫だと思うよ。お？手荷物検査場過ぎたらダメってこと。うん、手荷物とか、そう、重要なとこはダメだけど、中はだってみんなやってんじゃん。やってるより野田さんとかやってるっしょ。じゃあ、ここのロビーまでは大丈夫ってことで、ロビーまでは。ロビーまでは大丈夫、ここまではね。だこの中がダメなのよ。あ、そうだね。で、もうここで切ろう。で、みんな行ってきまーす。ひしょく挨拶だけ、行ってきまーす。もう切ろうよ、だってもう入るもんね。え、いいのやる？もう私も預けないと。お腹すいた。いや、これ終わろう。切るね、みんな。北海道12時過ぎに到着です。またつけるんで、あっちで。多分、りょうたとかも多分枠つけると思うから、迎えに来てくれるかな。とりあえず私の枠は明日の朝まではないかな。もう北海道行ってきまーす。身の毛が。はーい。あとは、せいじくんとかまさやがね、つなぎでって言い方あれだけど、やってるから。暇な人はよかったらね、見に行ってくださーい。はーい、行ってきまーす。よろしく。こんにちは。これみんなそうなの？ちょっと集まっちゃうから、どっか、場所、これ、どこまでそうなのかな？こっちまで？おいでおいで。ちょっと広いとこあっち、あそこいい？移動してもらって。すごい。団体さん。ちょっと今、機長くんに荷物頼んじゃった人がなの。そこだったら大丈夫かね。あまり、人の邪魔になんないように。すごいね。時間遅くなっちゃってごめんね。全然地元なんで大丈夫です。大丈夫？仕事休んできました。あらららららら。みんな旭川なのかな？旭川です。旭川。
ななちゃん、うち来て。え？うちに来て。うちに来てってのに行かない。痛い。今日泊まる場所あるから。あ、今度ってこと。ななちゃん、泊まりに来て。どうしようかな、みんな。ステッカーが、明日配るのと違うやつを。あ、いいです。もう会えただけですか？じゃあ、こっちから配ろうかな。ここを配ってくね。とりあえず、シール配るの。ありがとうございます。はい、どうぞ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 。あ、あ、やだ、これちょっと見せていい？はい、何これ。すごーい。スヌーピーだ。はい、スヌーピーです。早起きして作りましたけど。これね、自分で作ったの。はい、素敵。お写真撮りたい。あ、でも今残ったもんね、画面ね。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。なんちゃこれ。あ、なにこれ。飲み物とか、ちょっと用意できなかったんですけど。タバコ違う。タバコ違う。でも吸えるから大丈夫。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ありがとうございます。これ少ないですけど。あ、ありがとう。はい。ちゃん。はい。ね、これ、プロテイン系で、うん。珍味なんだ。珍味、はい、おつまみ。おつまみ、ありがとう。食べて、食べて。はい、どうぞ。ありがとうございます。ここは誰の赤ちゃんなの？私です。あ、そう、ここ。はい、どうぞ。親子さん、親子見てます。別のまだそう。ありがとうございます。でなんか写真とか撮りたい。撮る。いいよいいよ。まだ時間あるから。あ、いいね。で誰かこう後ろの人に撮ってもらうみたいな感じで。はい、どんどん撮ります。はい。はいはい。あらやだ。可愛い。今タイチーム。もう一枚。せーの。めっちゃ震えてる、大丈夫。若く見えるけど、おばさんだね、結構ね。若く見える。ここって何？旭川空港っていうの？あれですか？配信？あ、映んない、映んない。ついてるけど映んない。撮るよー。はーい。はい。ありがとう。はい、すいません。はーい。撮ってください。撮れ、撮れ、撮って。キチョクに今ね、荷物取ってるから、もうそろそろ来るからね、キチョピも。はい、チーズ。もう一回。ありがとう。こっちかな。はい。あ、映っちゃう。大丈夫な。あ、いいです。ここお友達。そうです。あらなな。はい。ありがとうございます。旭川だけどこんなリスナーさんいるんだね。ねえ、びっくり。マスク取ってほしかったんだ。マスクでちょっと飛行機の中に寝てさ、ひげ生えちゃってさ。すっぴん。爆睡しちゃって。あ、どうぞ。あ、じゃあ誰に撮ってもらう？ あ、こっち。はい。旦那さん真ん中にする？抱っこ。大丈夫かな？寝てんじゃないの？いいです。よし。はい。わー。縦でいいか。こっち行きます。ちょっとくっついてもらってもいいですか？めっちゃつってる、めっちゃつってる。はい。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。そうです。ねえ。え、ふさふさ。はい。3人？じゃあこのまんま。とてもないね。外亀の方がいいよ、絶対。外亀で。撮りますよ。横の方がいいですか？はい。撮ります。ありがとうございます。いいですか？はい。あ、これね、これ。これも少しなんですが。あら、ありがとう。よいしょ。はーい。はい、チーズ。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。私もお願いします。はい、ジャッジ。はい。はい、撮りますよかわいいね、なんか綿飴みたいな、これね。ちょっとですけど。あら。サイン書いて。じゃ、サイン書く人は私に渡してって、サイン。あ、いいの？いただき。はい。はい。貴重君が今。あ、ちょっと待ってね。ちょっと順番に。かわいい。かわいい。ありがとうございます。ペンとかある？はい、あります。一緒なんで大丈夫です。あ、ここは、自分のペン貸して。
森久美子森久美子いない森久美子ここにはいない森久美だって小杖って書いてある小杖、うん、めっちゃ可愛いです可愛い小杖ひらがな小杖だけでいいよ小のつすすすすみてってはいありがとうございますはい、はい、ありがとうございます名前入れてもらってもいいですかいいよなんて言えるまなみですまなみはい、はい、ありがとうございます何さっきさっきはいさっきひらがなはいさっきはいはいありがとうございますこれちょっと借りていいあどうぞあけみあけみあけみねしちょうくん来ないか来た？まだか。しちょうくん私の荷物わかんのかな？これ一回ちょっとこうついちゃうからね、乾かして。はい、あ、いい？これね。ありがとう。あったかい。あったかい？ね。じゃあこのまんま書くね。札幌は遠いのかな？あー、じゃあ来れないね、みんなね。今日の平日の方があれなのかね。ありがとうございます。何なんだっけ？ルナです。ルナ？はい札幌も行きます。あ、来てくれるの？はい。写真の続き。すいません。写真の続き。すいません。ここに書いて。俺は弾いちゃうんじゃないかな。弾いちゃうかな。あ、ダメ。あ、ダメですか？うん。うん。あ、写真ね。はい。あ、一緒。持ってたの？持ってたの。あらららお揃いで。この色もいいね。カーキみたいな。いいですよ。全然暑いぐらい。札幌意外とね、今14度もあるよ。でも今日暖かいあったかい、今日は暖かいんだ。はい。行きまーす。ハイキング。ですかハイキング。はい。これは、こう開けるのか。どこがいいこっちこう、こう。こう。で、乾かしてね。はい、ありがとうございます。入ったね。大丈夫？もう大丈夫かな？すいません、これでいいか。はーい。さっき使ってたんだろうな。あったかい。ありがとう。視聴区民にもみんな会いたい？会いたい。たまみでお願いします。え？たまみ。たまで？たまみ。たまみ。あー、まーみちゃん。はい。ありがとうございます。はい、来た？視聴区、ほら来たよ。これ私のじゃない。スターが来たよ。あ、いいよ。すいません、ごめんなさい。翔くん来た？来ました。これこうかな。ほな、みんな、翔くん来たよ。なんか。ありがとうございます。カポンにします。はい。はい。はい。これペン借り、これこうかな。合ってるこれ。ん？合ってる。合ってる、ありがとう。翔くんもほら、写真撮りたいんだってみんな。あ、私撮ったけど、はいはいはい。はい、行きますよ。はい、行きますよ。せーの。私、早いから、ほら。早い。でも、上手。見てごらん。私、すごい上手なのよ。ほら。ね。はい、じゃあ次行きますよ。はい、行きまーす。はい、後ろ入った。はい。はい、どうぞ。はい、どうぞ。慣れてるからね。はい。みんなカメラ起動しててね。起動。起動しといてね。タバコ吸う？一回？楽しんでね。やねー。来られるから。ありがとうございます。さっき思いっきり吸ってなかった。吸ってない、吸ってない、私。そう？吸ってないよ。スパスパ吸ってなかった、最近。吸ったから。吸ってない。そうなんだ。こんだけね。だってもう来るもんね。今そこら辺に俺やった。ちょっと。道路だか、道路。外に喫煙所ないんだ。俺さ、あんなにさ、映画ダウンロードとかしてたじゃん。寝たでしょ。爆睡してた。ガタンって落ちてたの。寝ちゃった。なんか全然寒くないね。いや、夜寒いよ、絶対。あ、夜ね。今でこれだったら、夜寒そう。おー。夜はね。あ、してます。いいですよ。配信者の人ですか？え？配信者の人？あ、違う。写真を撮ろうとしてるだけだよ、多分。たぶさんね。あー。でもそんな古くないっすか、私。人間、新米ぐらい。たぶさんがもう大根あって。あー、そうだ。朝からやってきた。すごい、エディングで来てたね。うん。
でも、女満別の方が多かったんだよ。え、そうなんですか。女満別空港はもっとすごかった。あ、こことでもうちょっと違うところがある。前に網走来てましたもんね。うん。僕、昔、北見っていうところですもんね。あ、北見。うん。あそこもいいとこですよね。そうでもいいなって。僕出身は、この、こういうとこ出身だ。あ？カーリング。あ、カーリングね。ああ。奥さん、今回でね。あ、なんかね、今、ごめんなさい。駐車券が。あ、駐車券。サヒカワって都会なのかな？北海道で2番目だ。札幌の好き。ああ。2番目なんです。2番目が。夜景が綺麗なのはまた別でしたっけ？夜景がすごい綺麗なの。函館じゃん。あ、函館か、そうだ。今日は足立行くんですよね。そうです、そうです。スターライトホテル。じゃあすごい見えるんだね。星が綺麗。僕夜は行ってないですけど。有名なんだね。温泉が。お寿司食べたんだよね。市長くんにおごってもらった。ん？あ、さっきから海がないから。あ、ないんだ、ない。肉だんだ、中の。大陸。海産物。まあ、北海道でも、羽田でね、お寿司食べてきちゃった。どこですか？羽田で。あ、マジか。立ち食い寿司やりたのがあって。ラーメン食いたいな、でも。あ、ラーメンね、浅草ラーメン。僕は、あ、写真。あ、来た？写真撮ってくれ。写ってない、大丈夫だよ。奥さん。ホール覗きおばさん。奥さん。ホール覗きおばさん。何あの歩き。すごいわね。写真撮りますよ。あれさっき会わなかったでしたっけ？あったよね、もら。あった。あったあった、いたよ。あ、撮ったんですか、もう写真。配信に映っちゃう。大丈夫だ、ここだったら大丈夫。あ、じゃあ、ちなみに。あ、一緒に。はい。わぁ。ごめん、あれはすみません。発作が起きてたけど今。ホール覗きおばさんだったさっき。気をつけて。大丈夫。じゃあまた。はい。ありがとうございます。はーい。泣いてたよ。泣いたふり。泣いたふり。奈々ちゃんと一緒か。大体泣きそうって言ってる人泣いてないんだよ。出てたよ、でも涙。出てた？あ、出てた。感動の涙が出てた。泣いてたって。そっか、りょうたはど、あと5分ぐらいで帰る。あ、5分ぐらい。うん。オッケー。で、みんなね、これ持ってこないんで、マジで。今回荷物最小限でやってるんで。タバコもらった。マジパンパンだから持って帰れないから、私。うん、飲み物とか、食べ物とかいらない。これはなんか、おつまみ。おつまみ、あ、夜食べたら。お酒飲むのみ。消費できるものは、現地で消費したらいいんじゃない？あ、でも、いくら払ったんですか？藤沢先生。マンツェイか。もうこれなくしちゃうかも、すぐお財布に入れないと。あら、マン。あら。これは、薄い方です。あ、ちょっと、中間。半分の。中間。真ん中。真ん中。真ん中ですよ。これは、あ、これも真ん中。真ん中。ケチやな、旭川。半分だと一枚持ってこいよ。合わせてじゃない、合わせてか。二、うん、人で、視聴もらった？いや、俺もらってない。もらってない。視聴子の分持ってきてあげないよ。じゃ、これでご飯食べるね、今日の。ありがとうございます。みんなにご馳走するわ。今日のグランピングってご飯付きだったっけ？うん。あ、じゃあ昼飯。あ、でも私お金下ろしてないのに、りょうた、並ばないけど、あれ、領収書ってどうやって出んの？現地でじゃない、わかんないけど。あ、チェックアウトした後に、うん。ホテルは別で出せるじゃん。これご飯代ですね。ありがとうね。ご飯代にするって言ってんじゃん。羽田の寿司屋のうまかったね。はい。あ、空港の人ですか？レンタカーのおばさん。あ、違う、レンタカーのおばさん。レンタカーのおばさんって。あ、本当ですか。ありがとうございます。タイムズレンタカーの方。すごいね。あ、そうなんですね。あ、すみません。はい、大丈夫です。はい。はい、すみません。お電話入りました。誰が吸ってたの？お電話入りました。本当に。まあね、そんな。間違った通報やめて。俺迷惑だから。間違った通報さ。もう来るんでしょ？うん。何なんだろう、車は。わかんない。レンタカー代も払わないで。あんまりでかすぎて今度ね、話しづらいし。よし、やべ、寒いかも。どう？私全然暑い。暑い？もう気圧かいてるもん。コロンティーだけ？うん。こっから車だしね。あれ？
来たかな？着いた？で、りょうたにバトンします。そのまま切らないでっつって。りょうたにバトン。バトンってどうやってやるんだっけ？スマホ。あれ、ねじまんじゃない？アンケートか。あ、これだ。これピュってね、切ったら、りょうたの枠に行くからみんなね。え、いなくない？え？マサヤに行かなかった今。間違えちゃった。マサヤに行ったよね。あれ、マサヤに行かなかった。あれ？あ、間違えちゃった。ヤミーに行ったって、ヤミーに。何やってんの？何やってんの？じゃ、両方他の枠でごめんね。両方他の枠を。間違えちゃった。で、また後で。ヤミーのとこ、また明日。